やほこんにちは、さいこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンのお申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は BE:FIRST でございます。皆さんお待たせしました。BE:TRIAL GAME という楽曲が上がっておりましたので、早速皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。いや、ちょっとね、めちゃくちゃ耐えた。私、ちょっとね、バタバタしてて動画なかなか撮れてなかったんですけど、今日多分動画が出す日かな、この日に撮ってるので、マジで見るの耐えました。完全にダウンファーストしてたので、はい、というところで、早速、見ていくわよ。ドキドキ。この絶妙な裏路地感ね。で、なんかね、みんな野良猫みたいね。ちょっとね、野良猫が集まってきたみたいな、そんな雰囲気あるんだけど。君が見たいた景色が見たいな。あー、そういう感じなんだね。はい、りょうきくんから始まるっていうのは皆さんのコメントでね、ちょこちょこ教えてもらってたので、りょうきくんから入るんだろうなとは思ってたんですけど、このあがまずりょうきくんだったというところ、そしてこの歌い方すごいね、なんか。君かーってなんかわかりますこれ。なんか G と H を同時に発するかのような君かーってなんかこんな感じなんだよね。君かー。うん。見たいた景色が見たいな。だーん。すごいな、色っぺー。こんな感じなんだ。で、もう一箇所なんなら。見たいた景色が見たいたって上からちょっと撮るようなニュアンスが出てくるかな。見たいた景色が見たいな。僕は今どんな色に染まり、どんな風に笑うの。この5割ぐらいで歌ってくる感じね。全然こう力が入ってね、5割も言い過ぎかもしんない。ね、3、4割ぐらいの、会話してるぐらいのテンション感だよね。どんな風に笑うの。Oh, baby. うん。Oh, baby. このエッジボイスにしてから裏声にね、ひっくり返して、baby っていう感じだったりとか、あとはね、上から撮るニュアンスっていうのも入ってきましたね。多分ね、僕は今のとかだと思う。僕は今どんな、僕は今こういう感じ。ちょっとね、りょうきくんの時とは撮り方が違うというか、りょうきくんもさっきさ、上から撮るみたいなニュアンス言ったと思うんですけど、レオちゃんの方がもうちょいね、柔らかいぬめーっとした感じで撮っていくって感じ。今こういう感じ。りょうきくんの時はうんうんってもっと早くてちょっとじりっとした質感になってたと思うんだけど、今レオちゃんの方がもうちょいソフトな感じかな。で、あとなんかね、ソマリーのリーとかかな、ビブラート綺麗に入ってましたね。色に染まり、どんな風に笑うの。 Oh baby 誰かが言う普通や。うわ、やだ、ちょっと待って、ソータくん今面白かったね。誰かが言う普通や。誰かがってこう一回がで今エッジに落ちたのかな。誰かが言う普通や。誰かが言う普通や、こういう感じか。誰かがでがこういう感じで、もうほぼエッジボイスっていうか、あんまり発音しないって感じ。誰かが言うっていう、なんかこういう感じですね。で、言うのとこで、ウォン。こういう感じの軌道を描くっていう感じかな。で、普通や、普通や、普通やの方がスピード感はないんだけど、でも同じ、言うっていう時と同じような軌道の描き方をするって感じかな。その軌道を描くんだけど、軌道を描く時のこのスピード感がちょっと違うっていうところで変化をつけてきてるっていうのが、なんか秀逸ですね、これね。誰かが言う普通や。 Oh yeah、 その人が作った乗車。待って、ソータくん嘘でしょ。結構なんか声がなってたよね今。 Oh yeah、 その人が作った乗車。 Oh yeah ってなんかこういうちょっとしゃがれた声というかさ、こういう感じを使ってるんだね。すごいかっこいいね。あらら、どちらに入るんでしょうか。だ
ちらに入るんでしょうかって、こういう感じで、二箇所ちょっと注目してほしいですね。どちらのドが、どちらってかなり切れ感を、使ってきておりましてですね。この D の発音っていうところですね。で、もう一個、入るの、は、で、はーってなんか、こういう感じにしてます。一瞬裏声にするかのような感覚で、どちらに入ってなんかこういう感じなんですけど、この、はが、なんかね、裏声ではないんだよね。これ以上やったら裏声に行きますっていうところと、ギリギリ地声ですっていうところの、ギリギリ地声ですのところで入ってるんですよ。そう、だから、なんかすごくね、絶妙なニュアンスなんだけど。どちらに入るんでしょうか、ねえ、もっと君の声を聞かせ、愛の愛。やばー、俊斗くん情報量多いわ。やばいね。あのね、どちらに入るんでしょうか、ここね、もう一個あったわ。かの語尾のところですね。ビブラートかけた後に息ファーっと吐きます。チュラに入るんでしょうか、ねえ、もっと君の声を聞かせ、聞かせて。ちょっとかがなるかな、がなってんのかな、これ。君の声を聞かせ、I do, I do, I know。 ここもいいね。聞かせ、I do, I know。綺麗だね、本当に。直前にソータシュントでさ、ちょっとエッジの効いた感じのね、ちょっとしゃがれ声みたいな音を使ってきてたりとかもしたので、このね、とってもソフティーなティーマナが素敵。間違いだって。間違いだって。もうほぼ裏声だけどね。間違いだって。この間違いだって謝っちゃってっていう、こういう感じでエッジボイスから裏声にね、ひっくり返すみたいなのを2連チャンで入れてきてますね。このさ、今さ、体温の O の時にちょっとこうグッと力入ったの分かります？体温ってこうグッと力が入ることによって、なんか一見さ、綺麗な音に聞こえない感じ分かります？君のその体温は体温って、この音の言い方、体温はじゃなくて体温はって、こういう感じ、おなんかボーみたいな、こういうね、面白い質感が入ってくるのはすごい、なんだろう、これは作ろうと思って作ったのか、たまたまそうなったのか、ちょっとそのあたりもね、想像してみると面白そうだなと思うんだけど、こういう音ね、私すごい面白いなと思いますね。なんか一見綺麗じゃない音っていうか、そういう音も採用していくのが、結局それが味になったりとか、耳にね、残っていくような質感になってくるので、そのあたりもね、皆さんにちょっともう一回聞いてもらいたいですね。裏声だね、ジュノン君。めちゃくちゃなんか、バイグッバイの時もそうだったけど、こういう高い音を結構ね、積極的に使ってきてるよね、 BE:FIRST さんね。その体温は世界さ、もう少し下がって、この胸の象徴を磨って。ねえ、やばくない？マジで何なの、リュウちゃん。やばいよ、ちょっと。もう少し下がって、もう少し、こういう感じで、ワン、ワンっていう発音の仕方ですね、これ。ちょっと母音の変わり方によって、少しこう、立体的に音聞こえてきません？これ。もう少し、もう少し、こういう感じ。もう少し触って、じゃないじゃん。もう少し触ってって、こういう立体感があると思うんだけど、これね、母音とかの使い方うまいよね、りゅうちゃんね。もう少し触って、この胸の象徴を磨って、この胸の、この根のところでアクセントガッツン入れましたね。この胸の象徴を磨って、どこまでもファンテイな世界ならいっそ、その歪みを愛そう、その歪みを愛そう。このタタラタラタラっていう、こういうグルーヴ感っていうかね、おしゃれな曲やな、これ。で、今ね、ジュノン君ひっくり返した場所があったんだけど、
You got me all ってこのミのところかな。ここで一回裏声にカツンとこう引っ掛けてから地声に落としてくるような、そういう感じのひっくり返すニュアンスっていうのが入ってきてますね。いや、しかしリュウちゃん、このね、立体的なのもそうだし、語尾のね、バッて入っていく感じ、これもまたかっこいいね、これね。で、ジュノンくんの裏声の音もそうだし、このグルーヴ感っていうかね、すごいかっこいいよね。来た。あいやいやいやいだったんだ。うわー、目立ったぞ、今目立ったぞ、両気が目立ったぞ。なんかさ、最近何なんだろう、なんか他のグループでもちょっとこう抜いて歌うみたいな、そういう楽曲最近ちょこちょこ出てきてませんかっていうところすごい感じてるんですけど、どうでしょうか。それこそ XG のティピトーズなんかもそうだと思うんですけど、ちょっとささやくみたいなね、そこまでささやいてないけど歌ってる感じ 3,4 割ぐらいで歌ってないみたいな、そういうね、サビ部分っていうか、ゲーム。息吐いておりましたね。はい。まるでテスト前の教師と生徒。ソータくんラップかな？まるでテスト前の教師と生徒。まばたきの度確かめる Yes No。気持ちいい。まばたきの度確かめるこの T ですね。T の音で遊ぶ感じですね。まるでテスト前の教師と生徒、まばたきの度確かめる Yes No。 ふわり触れてたんだよ、レッジを教えてこの先、レッジをもうずっとエッジボイスでラップしてるようなもんよ、シュントくん。ふわり触れてたんだよ、レッジを教えてこの先、ね、何がベスト、やーだー、ちょっと何、ふわり触れてたんだよ、レッジを教えてこの先、ね、何がベスト、なんかさ笑ってるよね、触れてたんだよ、レッジを教えてこの先、ね、何がベスト、教えてこの先で何がベストみたいな、こういう感じ。はい、すいません、天の声入ります。今ちょっと編集中なんだけど、なんか私うまく再現できてなかったみたいなので、ちょっとここもう一回いきます。教えてこの先何がベストのオがね、ほとんど言ってなくて、教えてこの先何がベストみたいな感じで言ってます。シュント君、このヌフンは一体何なんだろう、ヌフーかな、ダークな中にちょっとユニークポイント入れてくる感じ、シュント君さすがでございます。やばい、やば、ひどいね。あーもう一個の母音なんかじゃ終わらないから、リョウキは、うん、夢に逃げる君はひどいね、ほっといてほっとくないで、決着なんて求めてないで、めっちゃかっこいい、なにここ、ひどいね、ほっといてほっとくないでって、このなんていうの、ちょっとさ発音もちょっと日本語っていう感じでさ、ほっといてほっとかないでとかじゃないのよ、ほっといてほっとかないで、ちょっとさチッチッチッ、こういう系の音入れて軽くしてんの分かります、これかっこいいね。君はひどいね、ほっといてほっとくないで、決着なんて求めてないで、リュウちゃん？ツヤっぽいわよ、リュウちゃん。ツヤっぽいわね。リュウちゃんもね、いろいろ入れてきてるなって思って聞いてたんだけど。もしの、このもとしの間に存在するおの母音で、ビブラータかけてんだよね。君の視線がって感じで、この視線の視をね、発音しないんだよね。もし君の視線がってなんか、こういう感じなのわかります？この視線の視があんまり発音されてない。プラス、視線がってこの後ろのがでエッジボイスにかけながら、がーって発音していくんですよね。この細かさ。もし君の視線が、リの発音がさ、リ、リみたいになってるんだよね。普通ってさ、リなんだけど、リ、リってこういう感じ？
あまり日本語ではなかなか発音しないような発音のされ方をしているなっていうところと、It's a worry that...ってこういう感じで、最初にエッジボイス入れながら、リの独特な発音をした後の後ろの手ですね。この手で、てぇ、てぇってこう上から、ふーんって取ってますね。はい。すごくソフトなあの変化のさせ方かな。投げやりだって、ってこういう感じ、後ろもやってますね。全然音量上げないもんね。全然音量上げないわね、質感ね。なんかこのマナト君の声聞いてね、すごい面白いなって思うのは、ちょっとなんかね、吸ってるように歌うというか、ここら辺の質感とか、なんかさ、息吸ってるみたいに歌ってないっていう、なんだろう、吐いてるのと同時に吸ってるぐらいの、この質感なんなんだろうね。音をキープしようとすることで生まれる質感なのかな。うわぁ、そうだっけよ。もう少し触って、触ってっつって、やだ。少し触って、この胸の衝動に待て待て、待て待てよ。この胸の衝動に、胸の、この胸の、胸の、なんかもうほぼね、えいのって言ってる感じ。この胸のじゃなくて、この胸のっていう感じで、この胸のこういう感じですね。で、衝動かな？衝動がね、この胸の衝動を磨って、衝動を磨って、衝動、めっちゃ息漏らしてんだよね。ふっふっふ、こういう感じ。衝動を磨って、ガッてで、ふっとこう、エッジにかけていくように、声帯をガツンと閉じながら息をバーンと当てていくみたいな、そういう感じですね。磨って、かっこいいね、これね。この胸の衝動を磨って、どこまで再生や世界ならいっそ気持ちいい。今ちょっと待って、このバンってソータくんの音を見合ってどこまでも再生や世界ならいっそその歪みも愛そう世界ならいっそ。このソの言い方がちょっと喉元が上がってて良気ボイスだなって感じます。うん、とても素敵。世界ならいっそそう、うん、そうね。なんか、りょうきくんの歌聞いてると、日本語の歌歌ってんのに、ちょっと英語っぽく発音みたいなさ、そういう感じのニュアンスに聞こえる瞬間があって、You got me. ここら辺とかちょっと英語っぽいなと思って今聞いてました。で、最初の裏声のとこかな。どこまでもファンテイヤーセどこまでもファンテイ。このファンのアン、ここでスピード感ギュッと変わったっていうのと、どこまでもファンテイヤー世界ならいっそ世界ならいっそ世界ならいっそ界が特徴的ですね。その歪みも愛そう、マナ柄悪っティーマナの柄が悪いですね。なんかあいやいやいやって言っちゃうねこれで。あらりゅうちゃんじゃあなんかセクシーね彼ね。ノリノさんみたいじゃない本当に。ビブラートかかってたけど今。白い部屋。やばい待ってちょっといい。大好物ですね、これはね。もうちょっと、シュンティー、シュンティーいいじゃない。待って。Go, I'll stay. Go, I'll stay. すげえじゃん。It's betrayal game. うわ、betrayal game. あ、これティザーのとこじゃない？もしかして。It's betrayal game. うわ。Go, I'll stay. It's betrayal game. やば。この胸
といい？やっぱさ、あんまり張り上げないね、今回。ちょっとやっぱ抜きなんだろうな。うん、わかります？この、えーとかって裏声で言ってるところのさ、音量感もそうなんだけど、ね、最後のドカーンっていう感じじゃなくて、あくまで裏路地？別にここ抜いてるわけじゃないけど、でもなんかすげー出してるってわけでもないっていう。かよ、最高だな。エッジボイスからうーっていうこういう感じですね。すごいいっぱい出てくるね、この質感ね。このさ、裏声から地声に戻ってきた時の音めっちゃ気持ちよくない？どこまでもデモで帰ってくると思うんだけど、その後ろの気持ちよさ。海ならここも裏声にしてますね。どこまでもファンティーな世界ならいいそうって、なんかこういう感じかな。気持ちいいよね、この授業のところのジュノン君の美味しい音がよく聞こえてくる。どこまでもファンティーな世界ならいいそう、その歪みを何今のところで、ちょっとビブラートかけてるんですよね。これ裏声だと思うんですけど、あー、I do, あ、やややこういう感じですね。めっちゃかっこいいね、これね。あー、I do, あ、やややこの昼の顔と夜の顔がね、まあ、夜の顔かどうか知らないですけど、この表の顔、裏の顔っていうのかな？怖いね、人ってね。何の話ってね。でもやっぱ抜いてるね。レオちゃんの裏声でずっと歌ってる感じとかもそうだけど、この曲はこう抜きがかっこいいですね。まだここで芯出してくる感じね。ゲームかっこよ。うわー、帰っていくよ、自分たちの場所へ。怖っ、やばいね。リリックスカイハイさんですね。あ、エイユちゃん参加してるんだ。へぇー。エイベックスでタッグ組んでる感じですね。なるほど、なるほど。いやー、すごい。なんか、抜き。一貫して抜いてるっていう感じですね。あーってこうやって、エッジボイスから裏声に抜くっていうのもそうだし、あんまりこう張り上げたりとかしない。高いところはもう裏声でいっちゃおうぜっていう、音量もそんなにいらないよみたいな、そんな感じもあるし、このなんか抜き感がすごいかっこいいですね。バイグッパーの時もさ、結構裏声使うんだねみたいな感じで話してたと思うんだけど、今回も裏声のシーンすごい多いなっていう印象なんだけど、使っている質感だったりとか、まあ楽曲のね、あの雰囲気とかも全然違うので、また全然違うものが生まれていて、すごい面白いね。あ、ちょっと待って。ごめん、気づいちゃった。これ女子喜ぶやつ。はい、見てください、これ。血管ね。はい。血管大好きだから、女の子は。みんなね。ジュノンくんの血管、あやだだっすって感じだね、これね。ちょ、マジ、白い領域ね。破壊力。あら、似合うわね、こういうのも。このちょっといいとこのお坊ちゃんっていうかね、貴族っぽい感じね、はい。リュウちゃんな。ここででもやっぱガツンとリュウちゃん持ってくる感じとか、ここがサビなのかな？もうなんか、サビとはっていう感じだけどね。うん。この一番見えるところ、目立つところで、リュウちゃん使ってきてる感じ、ちょっとあながち私が前回言ったこと間違ってないんじゃないかなとか、ちょっといよいよ思ってきましたね、はい。マジで。でも、リュウちゃんね、かっこいいよね。なんか彼がこの世界観の一つ軸になっている部分があるんじゃないかな。こういう低くて、
ちょっとセクシーな音っていうかね。うん、で、まあ出だし、ね、ここで一発目りょうきくん使ってましたけど、これ、楽曲のまあ顔になる部分じゃないですか。まああの、りゅうちゃんもそうなんだけど、りょうきくんもこの一発目の人って、俺たちこういう雰囲気だよ、みたいな、そういう、ね、ファーストインプレッションとしてはすごく残る人だと思うんですけど、うん、このりょうきくんの艶っぽさというかね、独特のこの息の使い方だったり混ぜ方みたいなところですね。見たいた景色が見たいなこれとかね、ダーンってこの使い方、んすごいなと思って、なんかこういうのも結局さ、やりすぎると何みたいな感じになる、この絶妙なバランスのところにりょうきくんっているからさ、なんかそこをこううまくこう何って思わせるためにこの最初に使った感じだったりとか、そうだからこう一回こう視聴者にこの歌い始めの部分で一回えって鳴らせる人っていうか、すごいこの歌い出しのこの心のつかみ方っていうところで言うと、すごいなと思うんだけど、最初結構ぶっ飛ばしてね、なんか、何その声みたいな感じの組み合わせを使ってたりとかしたのに、後半とかはさ、意外とそういうことせずに歌ってるんだよね。っていうところを考えると、なんかそういう、ね、その、聞き始めの心の掴む瞬間みたいなところで、りょうきくん使ってきたのかなーなんて思うと面白いなーと思って聞いておりますね。はい。はい。っていう感じですね。またこう全然質感の変わった新しい BE:FIRST。ちょっとセクシーで闇もあるみたいなね。だからこう、なんだろう、セクシーで闇のある人ってさ、あーって言わないじゃん、絶対。絶対言わないと思うんだけど。まさにそういうところをこう抜きというところですごいね、声ではね表現をしているなっていう風に思いました。本当にこう見せ方がね、あのたくさんある方たちだなという風に思いますね。なんか何聞いても新鮮な気持ちになるアーティストってなかなかねいないので、そういう意味でもさすがだなという風に思いました。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。またね、何か動画出たら撮りたいなと思いますので、ぜひぜひその時は見ていただけるととっても嬉しいです。じゃあ今日はこんな感じで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。